Lord. ビルボードポッドキャスト MC の太田です。OK です。はい、本日8月4日でございますけども、東京は非常に猛暑で、猛暑日ですか、今年初めてのって報道されてましたけどもね、だから最高気温が35度を超えてるっていう状態だったんですけど、はい、今日外出ました。僕ちょっとだけ外出たんですけど、一歩も出てない、相手も出ないですか。もうとんでもない暑さでしたね。本当刺すような痛さがある。あ、なんか昨日夜出た時は、なんか夜出たというか、まあ、ゴミを出した程度なんですけどはいはい、はい、なんかすごい気持ち悪い、なんか水っぽい天気というか、湿気てたっていう感じですか。湿気てたっていうのかな。うん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 、ちょっとジメッとした、うん、なるほど、でありましたね。いや、そうですね、もうそういうなんか暑いし湿気もあるしっていう二重苦がね、あのね、苦しい感じですよね。もうエアコンとかつけっぱになってしまいますもんね、そうなってくるとね。え、オゾン層が気になります。気になりますけどね、いつからですかね。なんか僕らが小さい時とかさ、エアコン切って寝てたでしょ。だってわざわざ切って寝てませんでしたとか、なんか安眠にするとか、なんかエアコンかけながら寝るのは体に良くないっていうのはねえ言われてましたよね。そうですよね。それがいつからか、エアコンはかけて寝てくださいみたいなぐらいになってきましたよね。いつからか分かんないですけど、熱中症で、うん、寝てる時には水分が出ていくから、うん、っていうことで、たとえ夜がね、そんな昼ほど暑くなかったとしても、エアコンはかけて寝てくださいって、ね、いつからなんでしょうね。本当に変わるもんですね、世の中って。うん、ね、はい、というお気をつけください、皆さん。お気をつけください皆さん。ということで、8月4日に発表いたしました、ビルボードのジャパンホット100、総合ソングスチャートのトップ3をご紹介いただけますでしょうか。はい、ジャパンホット100第3位は BTS のバター、第2位は BTS のパーミッショントゥーダンス、そして第1位はジャニーズ WEST のでっかい愛でした。はい、でっかい愛のですね、初週の売り上げが、CD シングルですと199,181枚ということで、1位を記録しております。またルックアップも1位ですので、このシングルセールスとルックアップの2指標で1位を獲得したということですね。で、まあ、ツイッターも14位で、ラジオも81位という他の指標の結果にもなっているということでございます。まあ、前々作であったり、前作のシングルからすると売り上げとして1万枚2万枚ぐらい落ちているとのことなんですけれども、まあまあまあ20万前後のセールスを、まあ、記録しているので、はい、まあ、自作の折り返しが期待されるといったところですかね。はい、という結果になっております。これあのメンバーの、重岡さんが、主演しているテレビドラマですかね、はい、ハッシュタグ家族募集しますですかね、はい、はい、っていう、ドラマの主題歌にもなっております。これどういうドラマなんですかね。ルームシェアとかの話なんですか。確か、うん、なんか SNS を使った、なるほど。あ、でもなんか岸由紀乃さんとか木村文乃さんとか中野太賀さんとか、なんか 今まさに来ている役者さんが出てますね。え、あ、ほんま、 SNS で家族を募集して、生活も価値観も違う男女4人と子供3人が一つ屋根の下で子育てをし、共に暮らしていく姿を描いていく、新時代のホームドラマと書いてありました。ホームページには金曜日の夜10時なんですね。TBS の、ドラマですね。こちらの主題歌にも起用されているという、このでっかい愛と、あ、だからタイトルがでっかい愛なんですね、という、こちらが本日8月4日の、総合ソングスチャートで首位を獲得したという結果でございました。はい、はい、そして2位3位にはですね、なんかもうここ数週当然のようにいる BTS のパーミッションとダンスが2位、 BTS のバッターが3位という結果でございました。まあ、こちらも再、ね、ストリーミングの再生数とかね、動画の再生数とか落ちてはきていますけれども、まあ、パーミッショントゥーダンスに関してもストリーミング動画再生今週ともに、指標は1位ということになっておりますしね、ストリーミングの再生数は今週は1318万回再生、動画も448万回再生といった記録になっておりますので、まだまだ高い数値といった感じですね。はい、アメリカではバターが通算9週目の首位を獲得したということで、まあ、アメリカでもね、すごいですね。まだまだね、そのデジタルソングセールスとかのところでも1位になったりしますからね、アメリカでは。はい、という、まあ、アメリカのでも1位を記録しているという形でございますね。あ、でもアメリカの2位の
アメリカのその総合ソングスチャートの2位ですか、リルナーズ X& ジャック・ハーローのインダストリーベイビーとか、これも結構話題になってた印象がありますね。はい、なんかリルナーズ X が最近ね、元気というか、元気って言ったらあれですけど、また盛り返してません？盛り返してる？なんて言えばいいかな。でもなんか、まあ、あの、なんだろう、なんて言えばいいのかな。なんだ、一発屋じゃないっていうのがもう証明されてますよね。うん、それはそうですね。中にはね、そういうことを疑う方もいらっしゃったという感じでしたけれども、雰囲気的にね。うん、まあまあまあ、でもなんかこの、ここ、最近、リルナーズ X の名前をよく、まあ僕の生活範囲では耳にするなっていう感じはしてきましたね。結構その、今週の8位のモンテロとかね、それも結構、モンテロ括弧コルミバイワネームということでね、はい、こちらも結構、ね、うん、話題になってましたし、ね、結構自身のアイデンティティに関する楽曲というのもありますしね。はい、コールミー、はい、あ、どうぞ。ごめんなさい、私はその彼のツイッターを見ますけど、はいはいはい、そのモンテロがのミュージックビデオが、うん、なんて言うんだろう、いいねの反対はなんて言うんだろう、うん、バットとかなんですかね。バットっていうのかな、バットの数が100万いっちゃったっ て、うん、あ、そうなんですか。でもそれに対して、うんうんうん、あの、なんだろう、残念がってないっていうか、そう、言わしておけばいいみたいな感じですか。あ、でもなんかね、逆にこれを、はいはい、逆にこれありがとうみたいな感じだった気がする。うんうん、なるほど。なんですかね、そういう声をわざわざなんか聞く必要もないっていうか、なんか全てをね、なんか全てに気にしてるわけにもいかないですしね、なんか、うん、どうでもいいことには対してはどうでもいいと言い切れるぐらいのなんかものってね、そういうのも必要だと思いますしね。あの、まあ、確かに今ちょっとミュージックビデオ見ましたけど、確かにバット102万ですか、今。まあ、バット102万なんですけど、まあいいね、いわゆるいいねは828万あるわけですから、うん、再生数としては3億を超えてるんですね。はい、彼がエンタメですね。うん。ね、そうですね。あとなんかこの、その、モンテロ、カッコ、コールミーバイユアネームっていう名前、タイトルですけど、うん、コールミーバイユアネームっていう映画があるんですよね。え、確か知らない？君の名前で僕を呼んでですよね。この映画ですよね。ティモシー・シャルメと。そうですね。いや、見たことあるんで大丈夫ですよ。はい。イタリアを舞台にしたやつですね。北イタリアか。はい。を舞台にしたルカ・ダダニーの監督の君の名前で僕を呼んで。まあこれもね、まあ自身のアイデンティティの話でもありますけども、ただただなんか風景が美しい、人物が美しいっていうような、がゆえになんかね、ちょっと悲しい気持ちになったりするような映画ですけども、まあそういうのがタイトルに入ってくるのもなんかわかるなっていう気持ちにもなるし、はい。最近このルカ・ガダニーノがドラマ作ったのご存知ですか？あの子が出てるよね。どの子ですか？イットの子。ん？イットの、イットってあの、それが見えたら終わりですか？そう。え、マジですか？誰？え、主人公の子、そうじゃないっけ？え、男の子？うん。ジャック・ディラン・グレイザー。あ、そうそう。あ、イットにも出てたんや。ちょっと僕はイットを見てなかったんであれなんですけど、うん、あ、イットにも出てるんや。そう、その We Are Who We Are っていうドラマなんですけどね、はい、手数が多い男の子、はい、うん、あ、そうだったんですね。それはどこでやってるんでしたっけ？ HBO？ ね、スターチャンネルですね。あら、スターチャン、あ、そっか、入ったって言ってたね。スター EX かな、その Amazon 経由で見たんですかね。 Amazon からスターチャンネルですかね。うん、そう、わざわざ契約して、これのため、We Are Who We Areを見るために契約しました。なので今契約切ったんですか。だから今契約切ったんですけど、見終わったんで。え？え？え？そうなの？はい、うん、見終わったから契約切りました。はい、ね、これ月額ですからね、これ。まあそうですね。そう、まあ他にもね、登録してるところもあるんで、まあ切りましたけど、まあとりあえず、この We Are Who We Areを見るために契約させていただきましたけど、いやー、すごい映画でした。映画じゃない、すごいドラマでしたね。いやー、すごかったです。これもまた、これもまた、なんかね。ネタバレなしで言うと、どうなんですかね。でも、これもね、舞台はイタリアはイタリアなんですけど、うん、イタリアの中の米軍基地が舞台なんですよ。はい、だから、そのイタリアの米軍基地にいるアメリカの子供たちであったり、両親であったり、っていったところが、まあ、登場人物となってくるんですけど、まあ、そういうアメリカを離れた国の中で、まあ、米軍基地といえどもね、アメリカを離れて、で、まあ、主人公、子供、まあ中学生っていう設定だったと思いますけど、中学生ぐらいの設定で、で、しかもなんか自身がどういうアイデンティティを持っているのか、もしかしたら、その、
LGBTQ と言われるようなところなのかもしれんみたいな、そういう揺れ動きもありながら、その自身の同級生たちであったり、まあ親であったり、結構親もね、なんか困ってるんですよね。親もなんか揺れ動いてたりとかするんで、なんかそういったところを見せてくれるドラマでありつつ、って聞くとなんかアイデンティティの話なんかっていうふうに思われるんですけども、まあもちろんそうなんですけど、結構その夏秋冬ぐらいを描いてるんですよ、そのドラマでは。夏秋冬、はい、はい、なのでなんか その時々のその彼らのが今後一生覚えているんだろうなっていう思い出みたいなことの美しさっていうかっていうのも感じられる、非常に非常にあの心洗われるっていうか、なんかずっとこの映像を見ていたいみたいな、そういう気持ちになるようなドラマでしたね。だから僕はすごい良かったです。良かったっていうか、うん、なんかずっとうわーって思いましたね。見れたら、そうですね。おすすめは第4話と第7話と第8話ですかね。覚えてるんだ。僕のおすすめですけど、覚えてます。第4話とか衝撃的でしたもんね。その子供たちが基地飛び出して、なんか近所の留守になってる豪邸別荘みたいなところに勝手に忍び込んでパーティーをするっていう話があって、っていうかそれだけなんですけど、それだけで40分50分ある、ただパーティーしてるだけですよ。それで40分50分ある話があって、それとか結構ね、あの面白かったっていうか、結構来るものもありましたね。その米軍の兵士が明日飛び立つみたいな時やったんですよね。その友達の 米軍の友達が明日そのイタリアの基地から別のところに行くっていう話で、まあそれを門出を祝うみたいな、そういったとこともありつつ、でしかもなんか勢い余って飛び立つ前日に結婚するみたいな、そういう話なんですけど、すごいそういう若さゆえのなんかまばゆい感じがね、非常に良かったんですよね。はい、というなんか憧れるよね、私たちにはそういうのないからさ。うんうん、うん、なんか海外の学生生活とかないから、なんか違う、そういう全く違う人たちの生活とか、うん、そうですね。しかもなんかそういうの、なんかドラマとかね、映画とか見てるとね、結構自分たちがどういう人たちなのかみたいなことをめっちゃ喋り合ったりしません？なんか会話で、なんかすごいなんか、うん、あんまどうでもいい会話してないんかこいつらみたいな、いうそういう自分自身に関する内面のことの話したりとか、そういうシーンがすごくね多かったりするので、こういうのはなんか海外の学生生活ではよくあることなんかなとかね、思ったりとか、ちょっとメンタルヘルス的なところですけど、そういうのね経験したことないんでね、ずっとバカみたいな話をして過ごしてた学生時代だったので、はい、まあまあ、時が戻れるなら時が戻れるならペコパみたいなことということで、まあちょっとルカ・ガダリーノの話に振ってしまいましたけども、まあ、その最近のアメリカのチャートを見ると、やっぱりリルナズ X、 いや来るべくしてきてるなっていう力強さを感じますね。はい、ちょっとまあアメリカの話に移りましたけれども、なんで移ったかというと BTS のバターの話でしたね。はい、はい、まあ、今週の日本のチャートでも BTS が2位3位に入ってきてますよといった形でございます。はい、ではアルバムチャートに移ってですね、総合アルバムチャートのトップ3をご紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい、ホットアルバムス第3位はギルティーキスのシューティングスターウォリアー、第2位はシャイニーのスーパースター、そして第1位はトゥワイスのパーフェクトワールドでした。はい、ということで、これ日本サードアルバムになるんですかね、パーフェクトワールドっていうのは、っていうトゥワイスの、パーフェクトワールドが総合アルバム首位でございました。あのファンファールとかベターとかクラクラが入っている作品になっておりましてですね、この CD セールスっていうのは 73,890 枚で、これ CD セールス仕様では2位なんですね。で、ダウンロードが1599ダウンロードで、これも3位なんですね、ダウンロード仕様。で、ルックアップは7位なので、まあ、1位になっている指標はないんですけども、まあ、すべての指標で上位に入ってきててですね、で、バランスよくポイント取って、総合アルバム首位という結果になっております。で、一方、シャイニーの方はですね、スーパースター、が総合2位ということで、これ CD セールスが 79,393 枚ということで1位を記録しておりますけれども、これチャートに3週目なんですね。もうすでにダウンロードでは、リリースはされていたので、まあ、今週総合、はい、今週ダウンロード仕様27位ですけれども、決してこれ初週のデータとかそういうわけではなくて、3週目においてダウンロードは27位だったという形ですかね。はい。はい、6月末に1回 CD、フィジカル CD が出る前に、デジタル解禁されてたので、その時に1回トップ10入ってましたね、総合。
そうでしたね、はい、うん、という結果でございました。まあまあ、CD でもダウンロードでも、まあ、初週っていう点で見れば CD でもダウンロードでも好調な成績を出していたということですよね、はい、はい、という結果になっております。でですね、まあ、ちょっとダウンロードの話しましたけれども、今回アルバムチャートにおいてダウンロードのアルバム指標ですと、竜とそばかすの姫オリジナルサウンドトラック、こちらがダウンロードで1位を記録してるんですね。総合だと10位になっております。ダウンロード数がですね、2207ダウンロードとなっております。結構ね、まあ、そのミレニアパレードとベルによる U も非常によくダウンロードであったりストリーミングに聞かれていますけれども、まあ、U に関しては楽曲ですけどもね、ダウンロードの仕様でも1位取ってるぐらいですけども、やっぱこういうサウンドトラックとかその劇中に入ってくる楽曲っていうところは非常になんか、ね、好調ですよね。あの中村佳穂さんが、まあ、ベル役ですけども、そのベル役として歌唱してる歌っていうのもストリーミングのトップ100にはね入ってきたりしてますからね。なので非常にその映画関連の楽曲が好調だなという印象ですね。結構もう3週目ぐらいですか、でも興行収入も結構好調だそうで、ね、3週連続1位だったみたいですね。うん、うん、そうですね、週末のランキング、うん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 、なのでまだこの夏の間は続きそうな感じしますかね、この8月の間もなんかそれぐらいの勢いを感じますね、という結果になっております。という、まあ、総合アルバムチャートでございましたということで、まあ、ちょっとチャートの方を振り返らせていただいたんですけれども、あ、そう、なんか映画で思い出したんですけど、先週映画館に行ってですね、インザハイツって映画を見たんですよ。ああ、インザハイツみたいなね、 CM 見たよ。あ、見た、あのミュージカルって言っていいんかな、うん、はい、ミュージカルエンターテイメントですかね、インザハイツっていう映画を見たんですけど、だからもう、まあ、ほぼずっとミュージカルなんですけど、まあ、物語がその歌で進んでいく話だったんですけど、いや、これ好きな人めっちゃ好きなんじゃないかなと思って。池田さん、ミュージカルとか見ます？見る機会とかありました？今まで。あ、見ましたよ、あの、うん、グレイテストショーマンとか。あ、はいはいはい、見ましたよ。なんか今までもね、そういうのがあったり、まあ、なんかね、うん、ララランドにもそういうところがあったりとかね、もしましたし、はい、でもなんか中にはミュージカル、ハイスクールミュージカルは、まあね、そのたどればね、まあ、そこには行き着くと思いますけど、ミュージカルってね、なんか苦手な人は苦手じゃないですか、なんで歌ってるんだろうみたいな、まあ、あ、そうだと思いますっていう人もいると思いますけど、でもこのインザハイツミュージカルエンターテインメントっていうことであのやってますけど、でもこのインザハイツを受け入れられる、すんなりと受け入れられる人って多いんじゃないかなと思いますよ。見ましたけど、うん、そのオリジナル曲で歌われてるんですか？これなんかね、原作があるんかな、はい、ああそういうことね、ハミルトンかな、ミュージカルハミルトンっていうのがあったのかな、でそれ、あ、ミュージカルハミルトンのクリエイターが送るって書いてあるわ。でももともとなんかブロードウェイミュージカルやったみたいで、ほうほうほう、はい、でその映画、あ、リンゴ・ミランダのミュージカルなんですね、うん、それを映画化したということで、でもこのリン・マニュエル・ミランダが関わってる楽曲っていうことで、なんかそういうドミニカとかプエルトリコとかそういったとこやったと思いますけど、確か、なんかそういう感じの楽曲が続いていてですね、だからもちろんラップとかもあったりするんですけど、うん、結構冒頭のミュージカル部分でなんか普通の喋り口調であったりとか、水たまに水が跳ねる音とか、なんか売り子であったりだとか、そういった人たちの音っていうのがうまいことなんかミュージカルの中に入ってきてですね、で結構ラップの歌唱部分もあって、そういったところが結構まるで喋ってるように歌ってるんで、なんか歌ってるように歌ってるんじゃなくて喋ってるように歌ってるんで、だから受け入れやすい人は多いんじゃないかなと思いますよ。今回の方がそのミュージカル苦手って言ってる人に対してもすごい、うん、早口ってことですもんね、ラップって感じですもんね、うんうんうん、そうですね、なんかおしゃべりの延長線上みたいな、まあ、もちろんラップじゃないところもあるんですけど、もちろんでもなんかそういうところは結構受け入れやすいんじゃないかなと思いますね、うん、皆さん、はい、僕が行った時はほぼ満席でございました、一席空けてね、すごいじゃん、うん、私はあれを見ましたよ、はい、素朴、何ですか、知らない素朴っていう、素朴、あの韓国、ああ、はいはい、まあパクボゴムが出てますね、パクボゴムとコンユ、コンユ、あ、俺コンユって方、これは全く歌わないです、まあジャケット見たらそういう感じがします。これは何のどういう映画なんですか、何を描いてるんですか、刑事ですか、これは、これは刑事、あの
刑事じゃないな、あのあでもなんかパク・ボゴムさんが、パク・ボゴムが演じてる素朴っていうその白い服着た男の子は、うんうんうん、あの人間じゃないんです。なるほど。もうあのなんていうの、遺伝子操作で生まれた子なんで、人間じゃなくって永遠の命を持っているっていう感じで、うんうんうん、やっぱりなんか永遠の命が欲しい人間から守るためにコウヨさんが頑張る、うん、って感じです。なるほど、ちょっと SF チックですね。そうです。でもいっぱいなんかトラックが横転したり、うん、あそういう戦ったりする感じ、あアクション的なところもあったりするんや。あそうですそうです、うんうんうん、いやアクションいいっすよね。本当でかい映画館で見れば見るほどアクションって最高やなと思いますよね。面白かったですよ、はい。なのでね、まあ、竜とそばかすの日々以外にも、話題作は続々という映画情報でございました。はい。はい。ということで、まあ、今日ほぼ映画とかドラマの話が多かったですけども、今週のビルボードポッドキャストは以上になります。では、また来週も、よろしくお願いいたします。それでは、さよなら。さよなら。